皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、俳優の永山絢斗容疑者が16日までに大麻取締法違反で逮捕されたということで、こちらの記事を見ていきたいんですが、15日、24時過ぎにですね、警視庁が目黒区の自宅マンションにいるところに家宅捜索に入ってですね、本人に事情を聞いた上で逮捕したということです。で、永山容疑者は3人兄弟の末っ子で、長男は俳優で、次男が俳優の瑛太さんですね。で、義理の姉にあたるのが歌手の木村カエラさんということで、さらに永山容疑者が現在9歳年下のモデル、英子さんと交際していたと見られていて、で、英子さんはですね、半同棲状態だったということで、彼女の精神状態が心配という記事も上がっています。で、さらにですね、今心配の声が上がっているのが、累計発行部数7000万部を超える人気漫画ですね、東京リベンジャーズ、2の映画を今公開控えているということで、この逮捕によって、公開が中止もしくは延期になるんじゃないかっていう懸念が、高まっています。あとは永山絢斗容疑者がですね、今まで出演してきたドラマとか映画、素晴らしい作品がたくさんあるんでね、この逮捕でその作品が見られなくなってしまうっていうのが非常に残念だという声が多く見られました。今回はですね、俳優の永山絢斗容疑者が大麻取締法違反で逮捕されたというこちらの記事を紹介させていただきました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Thank you.